金貸してもらえ。博多一ののぼせもんとそれを支え続けた妻。のぼせもん病の上にお人よし病。うまーか明太子が作ってみんなは幸せにしたかどうです。スケトウダラでございます。二人は明太子で人を幸せにできるのか夢を信じて作り続けた。どげんしたん。戦争が終わったらうまか食べもんば作る男になる。明太子の秘密ば教えてくれ。なんで普通に生きていけんと。俺の明太子を食べた人はみんな幸せになる。思いよった。明太子が起こす奇跡と絆、そして挫折。腹いっぱい笑えて心いっぱい泣ける博多生まれの人情ドラマ。まだまだあるわ。映画明太ピリリ。だけどこ行きようとってあるわ。